テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバー。これは怪我をした男の子に関する怖いお話ネバー。みんなも怪我をした時は要注意ネバーよ。ある日、一人の男の子が公園で遊んでいる時に転んで膝をすりむいてしまったネバー。最初は血が出ていたネバーだけど、消毒は痛いからとそのままにしていた男の子の膝はなかなか治らなかったネバー。いずれ怪我をしたところはかさぶたができたネバー。でも男の子はそっとしておくことができず、かさぶたができるたびに自分で無理やり剥がしてしまっていたネバー。何度もかさぶたを剥がすたびに徐々にかさぶたは大きくなっていったネバー。そして拳大の大きさになった頃、かさぶたにうっすらと顔らしきものが浮き出てきたネバー。そして、直さずにいてくれたおかげでかさぶたにも命が宿ることになったよ。ありがとうな。これからもずっと一緒だよ。ギャー！よい子のお友達は怪我をした時、いつまでも放っておいてはいけないネバよ。もしも痛いのが嫌だからってそのままにしていたら、君のかさぶたもいつか喋り出すかもしれないネバよ。ありがとうね。